道玄坂 TVTV イエーイできたやったありがとうやってくれて、いや、合ってます合ってる、はい、よかったよし、よかったよ、楽しくれて楽しいね、楽しいね簡単で、うん、はい、渡辺美優です、よろしくお願いしますイエーイはい、で、ゲストのはい、こんばんは。ひらがな6文字ゆきうさぎです。よろしくお願いします。ライブアイドルもやってます。はい。で、2本目のコースになります。はい。はい。で、まあ、30分、今から放送します。イェイイェイ。はい。え、なんだっけ。あ、ライブの話ですよね。うんアイドルライブ、アイドルライブの話、そうそうそう、そうね、なんか私はもともとやっていて、みゆちゃんがね、途中から、はい、そう去年からですね、アイドルライブの方も出てきて、そうそうそう、すごいよね、なんか結構いろんなところに出ててね、でも絶対やらないって誓ったのに、うんうん、ね、ついにみゆちゃんも歌い始めたと思って、嬉しい嬉しいんです仲間も、いやー。でもまだその被ったことがないから、一回もない。そうね、みゆちゃんの歌声を私まだ聞いたことがないんですよ私は聞いたことある。ある？うん、あ、動画で？うん、違う、動画でも見たよ動画でも見たけど、 あのほら、うさたんがライブやってた時に、うん、私 MC で出てた時あったじゃん、うん、ここで。あ、違う違う、あの中村さんのところのアイドルの花だっけ。 あれだ、超懐かしいね。そうそうそう、あのそうだロケットギアとかな、うんうん、そうそう、あそこで、そう、見たそうだそうだそうだ、バッチシあの時 MC だったもんね。そう、しかできないです。あ、いやいやMC しかできません歌はできませんっていう、そう、かたくなに拒否してたでも、できない。でも実際やってみてすごい楽しい。あ、でももうなんか、うん、最近はやっと楽しくなってきた、うん、あ、やっとかな。あ、あ、でもやっぱりまだすごい緊張するし、うん、出番前とか、うん、私すごいトイレに行く回数が半端じゃないの、出番前に、うん、ほんと、もうちょっとだ、トイレ行ってますトイレ行ってきますこの、ね、番組トイレ行ってきます。だった時もレギュラーで一緒だった時もしょっちゅうね、本番前にマネージャートイレ行っていいですかみたいな感じで、今日そうでもなかったね。今日は私の方が行ったの。いや、その前に行ってる、うん、相手で駆け込んでね、そう、済ませためっちゃトイレ行く、なんかすごい回数が緊張するって、うん、あー、わかるわかる、なんだろう、ね、ね、ライブの時は水もいっぱい飛ぶしね、うん、でも本当に、うん、え、なんか気になったのが、うん、歌いながら踊って息切れない、うんうんうん、あ、は切れるけど、切れる、よかった、私だけじゃなかった。いや、前になんか、うん、そのめっちゃ息切れるから、うんうんうん、多分聞いた人が悪かったんだと思うんだけど、うん、中学生か高校生ぐらいの子に、うん、え、あんなに激しく踊って息切れませんかって聞いたら、え、何この人みたいな、切れないですあ、そうだよね相手が悪かったよ、それは。やっぱ切れないんだと思って、うん、私だけなんだなと思って、うん、息切れんの踊りの内容にもよるかもしれない。いや、でも本当激しくない、全然激しくないのに。なんかユニットとかだったらさ、こう歌う場所が分かれてるから楽だと思うのね。でもやっぱソロじゃん、ソロだからやっぱ終始ね、全部歌う。でも歌ってないのかなってちょっと思った。あ、たまにそういう人もいるけど、切れるもん、うん、絶対切れること強調したいそうです本当にそんなになる？いや、そこまではなんないけど、なんか途中でどっちやねんな、なんだろう、うん、途中から歌い出す時もある、うん、切れすぎてそんなに声出ないってことはないよ歌詞が飛んじゃってあって時はあるけど、いや、高いから、高いし、うん、息切れてるし、それはさ、無理じゃん、また気が合わないじゃないかめっちゃ高いの、そうそう、高いとこがあって、うん、あ、ね、高い、でも大変だ、ちょっとボイトレ頑張ろうボイトレしたことない。あ、本当にしてる？たまに。え、でもね、前やってた先生がなんか妊娠して退社しちゃったの、そのボイトレのスクール、うん、あ、そうなん、女性の先生ですごいいい先生だったから、その人について習いたかったんだけど、うん、もう退社しちゃったからボイトレやめた。あ、い、う、え、おみたいな感じ。え、そうだった、それ日本語学校だったのえ、違うよ、なんか今のやばいやばいやばい、え、何、あ、違う違う、なんかだってさ、あ、い、う、え、おちゃんと言えない母音、え、
あ、母音ね。例えば笑顔だったら、うん、私レコーディングした時に言われたのが、うん、笑顔じゃなくてヘ顔になっちゃう。あいうえおちゃんがちゃんと言えないから、そう、あなたにを花たにになっちゃう。歌ってて、花たに、そう、自分で聞くと本当にそうなってて、そうなんだ、意識しないとなんなくて、うん、なんだからボイトレもいいかもねみたいな話されて、うんうん、あ、え、なってないですって聞いたけど、あ、本当だみたいな。すいませんあ、そう、ボイトレの話でレコーディング、だからさ、ボイトレとかそういうのなんか教えてくれるって言ってて、あ、そうだね、確かに私も他は何ボイトレ下手かも。何が他ボイトレって、ボイトレやっぱそうだね、発声練習と、あと歌ってみて自分の弱点とか先生が教えてくれるから、そうそう、その人に合わせてやってくれるけど、私も今やってないからやりたい。あ、そうか、うん、え、どっかいいとこあったら一緒に。いや、私いや、ぜひね、わかんない、ボイトレどこがいいのか、どこがいいのかわかんない。え、なんか自分で探したことあって前に、うんうん、でもね、なんかね、入学とか書いてあって、え、何、学校に通うのみたいな、入学案内みたいなのって、え、私このなんか、え、学校通うみたいな、え、なんかちょっと違うかも、ね、で、そのままそれはなんか、うん、なかったことでいいかな、うんか、うん、ちょっと使用性が先間違えてるよ、入学案内だ、ガチガチのやつじゃないの、専門学校わかんない、え、だったのかな、でもなんかいろんなとこにあるんだよね、うん、あ、そうなの、都内の、あ、まあ、通うのも大変だけど、うんうん、そうね、私も都内のそういういくつかある学校、うん、なんかホットペッパーだかなんかであったから見ていた。でもお高いですよね、うん、ボイトレお高い、うん、お高かった高い、基本ボイトレ高い、いや、それは入学案内来ちゃったからびっくりして、うん、え、そんなに高額な、するあ、本当、高い、そんな高額、私見たのすごい高額だったよ、うん、多分入学案内だから、え、だからやめた無理だと思って、そこ違うよ、それ学生じゃない、なのかな、うん、すごい高かった、すごいな、後半も面白いです、ゆうちゃん、なんか気をつけないと、うん、なんかね、別のとこ気をつけた方がいいよ、変な誤って入学しちゃったらね、お金かかるから、学生面白すぎる、なんかあればいいのにね、なんかちょろっと教えてくれるとか、ちょろっとね、ちょろっとね、あ、多分グループレッスンは安いと思うよ、そのワンツーマンより、あー、何人か、そうそうそう、割り勘でみたいな、うん、違う考え方はそんな感じだけどまあまあまあ、その分自分に割く時間が減っちゃうからね、あー、そっか、うん、そうだね、ダンスもさ、やろうって言ってやってくれてないよね、そうだそうだ、ね、いや、でも来てないよね、ダンスのやつ、うん、来てる、たま、甘え、来てて最近はあんまり来てないかな、ほんと、うん、やってるんじゃないかな楽しそうだったよ ね、ダンスレッスン、そうそう、体動かしたいねってでも、みゆちゃんってダンス得意、いや、得意じゃないよ、え、どんなダンスするの、あの、歌の時、こういうやつ、え、これさ、エクササイズじゃないこれねえ、ですよねこれ本当に、あ、間違えた、え、ごめん、なんで間違えたの間違えたわ、違う、うん、こうだった、え、なにこれ、なにダンスこれですよね、こうやって、あ、歌、かわいい、そう、え、これ、それはなんかお母さんと一緒とかないの、うん、なんだ、春日、あとね、うん、うん、左手がすごい忙しそう、あ、右手じゃないか思ってんの、そう、持って、左手めっちゃ大変だよ、何これ、えいえいおーみたいな、そう、怒ってないよね、これもうやめてよみたいな、みんな怒ってると思ってるかもしれないじゃんそれ何、オリジナル曲、そう、ね、いつもすごいすごい大変なの、左手が、じゃ筋肉ついた、なんかここもプルプルしちゃうし、なんか気になるのも、まあ、何、サビ、そう、サビ、よくわかったね、あとこれもあったこれなんだろうね、無知で打ってないバンバン、無知はないけど、スカーフは持ってる、うん、あ、なんか、あ、だからだね、なんか持ってないと、この、これじゃ変だもんね、ここがでも、かわいい、でもそっか、旗から見たら、そう、そう、スカーフ、俺今ほら、ないから、あれってなるけど、そうだね、このジャケットのやつかな、あ、でもこれには残念ながらスカーフは持ってなかった、うん、あ、これよく写真で見る服だ、可愛い、持てばよかった、うん、あ、すごいキラキラの服って言うんだ、2つある、え、どんなダンスする、どんなダンス、そうだ、私左手で基本マイク持ったんだ、ね、なんでさ、みんな左手でマイク持ったの、気づいたらずっと左手だから、なんか右だと他のアイドルさんも見てるの、うん、いつもライブ、うん、
勉強、うん、えらい、ずっとで、左手で持つの、みんなこうやって、そう、左手で持つ、大体でも左手超歌いにくくない？いや、もうなんか気づいたな、左手だった、うん、なんでだろう、ね、力入っちゃうから、この右手だ、右手なんだ、右手が右だから、力入っちゃうからなのかなって、ちょっと思った、わざと左手持ってんのかなって、私も右利きだけど、なんか左手の右手の方が振りやりやすくない、なんか右利きだし、左利きじゃない、利き腕じゃないから、なんかこんなになっちゃったえ、私そんなんなってます、いつも、いや、でもスカートだな、いつもそのなんか怒ってるみたいですか、今持ってないから、持ってないって拳だからそういう風に見えるだけで、きっと本番は可愛いよ、いやでもどうだろう、だってほら持ってない、え、でもなんか振り付けとかたまにさ、お客さん真似してくれるじゃん、うん、たまにね、まれに、ごくまれにしてくれるんだけど、うん、私がやってるのを真似すると、うんうん、めっちゃ面白いんだよ、お客さんに向かってこうやってやってさ、うんうん、男の人がこうやってやったらさ、うんうんうん、めっちゃ面白くない、あー、わかる、なんか前ユニット行った時もこれに似た振り付けあったの、でもみんなやっぱやりやすいから、やってくれた、みんなやってくれる、やってくれる、私まだなんかたまにいるぐらいだよ、たまにいるぐらい、うん、あ、でもいいじゃん、いいじゃん、分かってて、みんなでそれやったら多分面白いと思う全員全員やったら絶対面白い、本当、え、じゃあ言えばいいじゃん、最初にこういう振り付けがあるんで、あの皆さん一緒にやってくださいって、歌う前にやってくれる、それでやってくれるよ、やってくれないよ、絶対大丈夫、そんな落ち込まないのみんな優しいからやってくれるって、そんなこと言えない、そうじゃやってよ、ふんふんって言って言ってる、みんなに、なんかさ、やってほしいときやってください、うん、言ってる子もいるじゃん、でもさ、なんかみんなさ、多分ファンがいっぱいいるからさ、定着してんのかなとか、あ、でも言うってことはまだ定着じゃん、あの、その新規の方に向けて言ってる、うん、そこがまだいまいちちょっとわかんない、あ、そっか、だしさ、みんなさ、なんか、うん、おーみたいなおたげ、おたげだよね、そう、それもさ、なんかさ、みんな勝手にさ、やってもらえてるじゃん、うん、勝手にって、盛り上がってくれてるよね、だけど、私まだあんまりなくて、なんかそれはどうやったらさ、増えるのかなと思って、あ、わかる、うん、なんか、多分オリジナルの曲だとわかんないじゃん、わ、うん、かる、だからみんな探り探りみたいな、だからちっちゃくやるの、でも私はだ声を大にしてやってもらいたくて、なんかちっちゃく探り探りはやってくれるけど、だけど、なんかそれもみんなどうしてるのかわかんない、自分でその例えばオープニングの前奏を流れてる時に自ら言う方がいるじゃん、あの、わお、よっしゃ行くぞって自分が言うタイミングで言ったらお客さんも分かるから、あ、一緒に途中まで言うとみんなやってくれる、ちょっと、それ、いつ歌うの自分は、あ、そう、歌うとき歌って歌わないと、え、無理だよ、絶対、だって言って歌うのでもいっぱいなのに最初そこでさあ、言って歌う時間もないの、私に、だってね、なんせすぐ始まっちゃうからなんせすぐ始まりますよね、あれ、そんなにすぐ始まる歌なんだ、うん、なんかタンタン、パイン始まるみたいな感じ、あ、じゃあね、だからもう、もう、言う暇ないって感じ、あ、じゃあ、うん、仕方ないだから、ほんとね、難しい、そうなんだ、私はオリジナル1個持ってるんだけど、どんな去年やっと作ったの、夢のかけら、聞きたい、ありがとう、持ってくる、今度これ、うん、あ、右手で、え、なんで今日持ってきてくれなかったあ、そっか、めっちゃ聞きたかった、私、あ、あのね、まだね、あの、桶はあるんだけど、レコーディングしてないの、そう、もっと歌い込んで、上手くなってから撮ろうと思って、え、あと、ご予算の関係、ま、予定は高いんだ、高くない、レコーディングは高いの、そう、え、うん、稼がないと、いつ期間は、え、でも全然決めてない、フリーでやってるから、なんかのわりくらいして、で早くしないとね、もう早いとこ、そう、さっき言ったやんないと、ラジオのうちをメインの曲で使わせてもらってて、すごい、ありがとう、でもさ、なんかまだオケ音源しか流してないから歌ってあーオケ音源、そう、あー、なるほど、理解した、ありがとうそう、でも音楽はそう、オープニングにふさわしい感じのなんか明るい前奏だから、まあ歌なくても別に変ではないと思うんだけど、歌あった方がね、絶対いいから、え、まったりアップ系、うん、そうだね、打ち曲の原曲系にしてもらったし、
ちゃんとそのミックス、うん、コーラのタイガーファイヤーとかねっていうけど、それを考えた上でやっ すごやってるから、それも全部大丈夫にしてやる。すごい、すごいね。全部それは打ち合わせしてやってもらってる、うん、え、お客さん、え、全部そのスタッフ、ああ、びっくりした。お客さんにあえて打ち合わせしてやってねって決まる、曲作りの話すごいと思って、お客さんめっちゃ協力的それはすごいな。もう確かに私もそのそうだ、ね、言ってもらう時もあるし、確かにこの間新しい場所で歌ったらみんなが分かんなくて普通に手拍子だけだったからちょっと寂しかったから、あ、自分で言った方が、ね、いいなって思った。いや、私最近ね、おいおいはね習得した。え、何おいおいっておいおいって何、みんなおいおいってやるから、はい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 って言ってる。おいって言うの？おいって言ってるよね。え、あれ、おいって言います？はい、はいって言いますよね。そう、おいって、おい、はいって言いますよね。おいって、ね、ちょっと、え、私痛い、ママ、え、ラブの時、え、ラブの時、え、おいって言ってたの？え、でもみんな、おいって言ってるよ。え、おいおいって言ってる、みんな、お客さんも。おいって、おいって言うから、おいって言ってる。え、違いますよね。え、みんな、おいって言ってますよ、ね、その時のテンションで言ってます。え、はい、私、おいおいって言ってるじゃあ、入って聞こえ、入って聞こえる、お、発音してんじゃない、おいって言ってる。そしてさっきさ、母音がどうのこうのって言ってたからさ、おが鼻、おって言ってるつもりで歯に聞こえるんじゃない。あ、それだったのよ。いや、もうずっとおいおいって言ってるもんだと思った。え、どうしよう、今までずっとそれで来ちゃった。よかった、判明して。え、だって他のアイドルさんも入って言ってるじゃん。おいって言ってる。え、じゃあ耳の検査しよう。え、みんな、私だって他の人のライブめっちゃ見てるの、うんうんうん、めっちゃ見て、ね、うん、勉強になる。なるほど、うん、おいおいって言うの。おいおい言ったことないよ。で、それで初めてそこのおいおいだけはできるようになったの、うん、だけど、なんかそう、なんだろう、他のはできないんだから、うん、え、他の歌うとき移動してる？うん、移動してるんだ、うん、怖い怖い何、なんか、あー、そうなんだみたいな、何私移動してないの。あ、この真ん中で、なんかさ、いつどのタイミングで移動するかまだ様子を伺ってる。半年間あ、でもずっと、もう枝になってね、半年だったの。私も最初分かんなかったけど、やってけば分かった、だんだん人の見て。でもさ、だって端っこで歌ってたら変かなって思ってずっと端っこは変だけど、だからこう行った、右行ったり左行ったりとかして。すごいね。え、歩きながら歌うの？ダッシュはしない。さっきの前半のファッションショーじゃないけどそれは無理だよ。ダッシュだから なんていうの、曲にね、合わせて乗りながら。なるほどね。サービスで、サービス、サービスなんだ、お客さんへの投げキッスみたいな。いや、違う。だからずっと端っこにいるお客さんの近くで歌ったりとか、まあ、遠く見たりとか、アイコンとか。そのほど、そう、私もちょっと動いてみる感度もうずっと、もう微動だにしない、そこの場所から。あ、でも、初々しくて可愛いと思う。あ、でも動くよ、動くけど、うん、多分お客さん酔っちゃわないか心配なの、うん、え、ずっとこうやってね、ずっとこうやって動いてるからね、うん、みんなさ目もちょっとね、ノリってこと。そう、ずっとこうやってね、動いてるの、私そういう歌もあるうん、振り付けとかまだない曲もあるから、そこはどうしていいか分かんなくて、ずっと終始落ち着きない、うん、かわいいだからお客さんとかずっときっとなんか酔っちゃわないかなって。酔わないよ、そんなこと大丈夫だよ。優しい、ね、いろいろなんかこう分かんないことがいっぱいあるけど、うん、でも誰にも言えないじゃん、うん、さ、公の場で言ってるでも楽屋とかでそんなさ、うん、アイドルの方にさ、おいおいって言ってますかなって言えない。そうなんだ、言えるけどさ、うさたんならね、みんなにバレちゃったけど、うん、バレちゃったね、バレちゃいました。バレちゃったけど、すごい疑問だった。あ、わかる、それはやってみないとね、私もやってみても分かんなかったけどすごい不思議だった。よかったね、発覚して。そうだ、ね、あと何だろうな、おいおいって言ってたって。多分さ、声が高いから歯に聞こえるとかかな。あ、私低い声、普通はそのライブの時高いんだ。
そんなにびっくりしない。びっくりと思ってたから自分の声が。歌まだ聞いたことないけど多分高そうなイメージはある自分の声。うまそう。あと息続かない。歌ってる途中に。うん、私もなんかボカロ、ボカロなんかとかね歌いたいけどやっぱ高いからあんまりちょっと難しい、うん、リズム早い、うん、よね、早いね。でも盛り上がってるよね、うん、みんな。そうだね、うん、そのうちなんか得意なのとか分かるんじゃない。まだ、うん、え歌曲歌うよね、うん、歌う。私さレパートリー2個しかなくて、うんうん、分かった、1個コネクト。あ、そう、違う、それも、いや、コネクトはまだ歌ってない。歌いたいけど、そう、まだ歌ってなくて。あ、ゴッドノーズ。そう、をひたすら歌い続けてて、その前が青函飛行だったんだけど。あー、かわいい。でも、絶対に合う。え、なんか絶対に合う、みーちゃんに。あんまりさ、ゴッドノーズの方がさ、多分みんな知ってる。あ、両方み、有名、両方有名。ほんと？有名、有名。ずっとそれを歌い続けてて、新しいのが欲しいと思って。何歌ってる？何そうだな、最近夏メロライブとかに出たかな。ね、そういうのもあるよね、うん、何とか縛りみたいな。あるある、楽しいよ。それその度に練習するんでしょ、うん、すごいよね、うん、私歌詞覚えられない。ノート書いてきてノートに書いて、うん、歌詞覚えるのが大変。難しい。さっきね、打ち合わせの時にみーちゃんと私が、あ、なんか歌ってたら歌を振り付けして。あ、そうそう、ここの道玄坂カフェ、腹筋塾、そうそう、笑わないで、がそこの道玄坂カフェさんで、うん、主催だよ、ね、そうそうそう、のお笑いライブをやってて、うん、そこでうさたん歌ったの、うん、それ私、YouTube かな、うん、見たの。ありがとう。で、誰だっけな、あの人、小泉京子さんの詳細のライブ。そう、歌声が似てるってすごい似てて、そう、低い、その振り付けやってる。あ、さっきより面白くなくなってる。さっきどうだったの？さっきなんかもっと面白かった。え、でもふんってやってたって。あ、そんな感じ、そんな感じ。見た、ありがとう。めっちゃ盛り上がってた。ありがとう。そう、そうなんです、あのね、腹筋塾ってオーライライブを去年ここでの道玄坂カフェさんで第4回までやらせてもらってまして、なんとね、最後やった11月なんですけれども、そこでここで優勝者とか毎回決めるんですよ、うんうん、なんとその時に優勝した松本クラブさんっていうね芸人さんが今年の R1 に、なんと敗者復活戦から、そうなんだ、決勝まで上がって準優勝したされたんです。すごくないですか。おめでとうございます。すごいね、その枠から勝ち上がって。で、それまでは知らないっていう方もいたんですけど、私はお前からはすごい面白い方だなと思ってオファーさせてもらってたんですよ。ただ今年ですごい全国区で有名になったので、すごい私のライブから有名な方が出て嬉しいなって思いました。確かに、はい、皆さんぜひ腹筋塾の再放送 YouTube で出てますんでよろしくお願いします。ぜひじゃあ、れいちゃんにもね、1回目と2回目出てもらってたからね、またやるときはぜひ出てほしいです。歌もなんか歌ってほしい。それでも放送されちゃうでしょ、うん、私まだだから放送 NG なかなかいいですか。ダメなんかさっきからダメな、そうなんだ、なんか多分、あ、じゃあこれはライブに行かないと聞けないってことです。あ、それ楽しみだな。一緒にじゃあおいおいしましょう。おいおいすごいね、なんか。え、もうだってずっとおいおいって言ってたのかしら。でもさ、みんなはいはいって聞こえたって今マネージャーさんが言ってたから。あ、でも私はお客さんが、うん、じゃあそうやって私が言ってやってくれるのも、うん、おいおいって聞こえてた、聞こえるのし、多分、うん、みんなおいおいって言ってると思う、うんじゃあさ、実際さ、今度はいはいに変えたらさ、逆においおいに聞こえちゃうのかな。分かんないどうなんだろう。え、そうだったんだね。なんかじゃあさ、いろいろ間違って覚えてることが多分いっぱいあるかもしれない。そうかないや、あるよ、絶対。大丈夫じゃない。お水飲むタイミングとか。ああ、お水、うん、飲んでない、私
我慢してる。偉い偉いね。一回本当に辛い時があって、うん、私曲の感想中に飲んじゃおうか、うん、飲んじゃおうみたいな思った、本当に、うん、いやこれは無理、うん、みたいな喉痛くて、うん、ちょっと飲んじゃおうかな、うん、いいかな、うん、どうしようかなって考えてる間に、うん、あのその感想が感想っていうかそれ終わっちゃったから飲めなかったけど、うん、マネージャーさんに、うん、曲の間飲んでいいですか、うん、ダメダメなんだよ、やっぱり飲んでる人見たことない。本当曲の感想中はないかな。あ、そっか、いないか、うん、あで私でも見たことあるかも、一人、うん、そうなんだ、なんかすごい結構激しい感じのロックな感じの歌を歌ってる人、そうなんだ、多分でも辛かったんだね、うん、そうだね、MC 中、MC 中に飲めばいいじゃん、サラッと、サラッと飲めない、サラッと、じゃあタイミング分からなくなるんだって、喋んなきゃいけないじゃん、うん、じゃあ渡辺美優お水飲みますって言って飲めば、いや、へーってなだない、みんなさ、じゃあ飲んでる姿を思って言ってくれるかもしれない、それまだない、誰か言ってくれるよ、もしかしたら、うさたんに言ってもらってたよね、見た、え、そうだっけ、その私 MC やった時に、本当ありがとう言ってくださる あのお客様もいるし、見た見た見た、特に最近は決めてない、なんか恥ずかしいから後ろ向いてさって飲んじゃう、ねえねえ、キャッチコピーじゃなくてあったっけ、うん、なんだっけ、キャッチフレーズみたいなの あるけど、なんかあまり新しく変えようかなと、なんで、え、前までは身長149cmのひらがな小文字149cmみたいなことだったけど、変えようと思う、そういうのもね、ある、ない、あ、ないんだ、相変わらず、え、募集したら、なんか、なんかいいのありそうだね、うん、みんな聞いてたらさ、うん、すごいから、うん、そうね、前回、うん、前々回から出てもらった人が、うんうんうん、そう、みんな、なんか、そうそう、すごい、うんうん、中学生だったっけな、一人、うん、あれ、高校生だったっけな、うん、なんか、うん、そうそう、かわいかった、キラキラピカピカみたいな感じのキャッチフレーズで、かわいかった、なかなかね、キャッチフレーズは、なんか何々アイドルコード何々です、何々って呼んでくださいみたいなね、よくあるけどね、うん、なんだろうね、天然アイドルとか一家はキャッチフレーズ、恥ずかしいし言うの、ちょっと照れちゃう自分で言えない。おいおいって言ってください。それちの恥ずかしいじゃない。いいとも、おいおいアイドル。おいおいって言ってください。でもよかった。今日話して。よかった。ずっとおいおいだと思ってたから。本当だってずっとマイクで大きい声でずっとひたすらおいおい言い続けて、うんうん、でも周りには入って聞こえてるってことはあって、いやー多分聞こえてないと思う。そう、すごいな、すごい、全然、うん、なんか難しいね、ライブって大丈夫、大丈夫じゃあそろそろ告知を、はい、渡辺美優です、アメブロとツイッターとフェイスブックをやってます、あとアマゾンさんの方でちみみえコレクションのボリューム1とボリューム2が発売してるので、よかったら見てください。あとそのさっき言ったおいおいする曲でこれがキラキラの歌って言って1曲目のオリジナル曲なんですけど、また2曲目も CD になる予定です、はい、なのでこちらもぜひ聴いてみてください、お願いします、わーん、キラキラ、どうぞ、あ、かわいいはい、改めまして、ゆうきうさぎです。ひらがな6文字で検索しますとアメブロとツイッターが出てくるので、ぜひ見てみてください。今月のですね、4月29日にお台場デックス東京ビーチにてキラケお台場アイドル楽園という、あのイベントですね、無料イベントでライブと、あとラフ&ビートというバラエティ番組にも出ます。いろんな企画に挑戦しているので、ぜひ会いに来てください。物販もあります。次の日の4月30日に中野芸能小劇場で笑いの輪というお笑いライブのゲスト MC も出るので、こちらも遊びに来てください。待ってます。はい、ありがとうございます。
あ、そうだ、あとそう、毎週火曜日夜8時から調布 FM でスマイルカフェというラジオのメインパーソナリティもやってます。いろんなゲストさんが毎週出ますので、こちらもよろしくお願いします。はい、リスラジという、ね、ネットで無料で聞けます。リスラジ、うん、リスラジ、リスンラジオっていうの。あ、いえ、今日はありがとうございました。こちらこそ、いろいろ勉強になった。よかったね、おいおいが解決できて、本当にいろいろわかん、本当にわかんない、ライブマジで未知の世界すぎて、うん、まだライブわからない皆さん、渡辺美恵ちゃんよろしくお願いします。え、そう、ライブやってる。ありがとう。そう、え、今度一緒できたね。ね、確かに、どこだったら一緒になれるの。秋葉原とか、やってない。あ、本当、渋谷とかかな。あ、うん、まあ、そのうち一緒にやりたい、うん、じゃあ、はい、うん、では、次回は、うん、5月14日木曜日の8時から、はい、ゲストさんはまだ未定です。はい、でも誰かがきっと来るか来なかったら1人でやると思います。はい、以上道玄坂 TVTV でした。ありがとうございました。ありがとうございました。